20世紀音楽研究所は日本の前衛音楽集団の一つ。作曲家の諸井誠、眉住敏郎、入野義郎、柴田奈美夫、演奏家の森忠氏、岩渕龍太郎、音楽評論家の吉田秀和の7人により、1957年に発足した。メンバーは後に作曲家の竹光徹、市柳聡、松下慎一、 演奏家の小林人志、岩城博之が加わり、現代音楽の音楽祭を1957年から1965年まで長野県軽井沢町他で6回開催した。音楽祭では、当時まだ日本では演奏される機会が少なかったシェーンベルク、ベーベルン、ベルクの作品が毎回演奏され、さらにフランス、アメリカ、イタリア、そして 日本の現代音楽作品が取り上げられた。ダルムシュタット音楽祭やパリのマリニー劇場のドメーヌ、ミュージカルを経験したマユズミトシローとバーデンバーデンやドナウエシンゲンの音楽祭を経験したモロイマコトは日本でも同様の音楽祭の必要性を考えていた。一方で柴田奈美夫と入野義郎は新生会の活動が中断していたので新しい。 音楽研究と演奏の場を模索していた。4人の作曲家は1956年8月に会合を持ち、翌年夏に現代音楽祭を開催すること、現代音楽の演奏に真摯に取り組んでいる指揮者の森正とバイオリンの岩渕龍太郎、及び評論家として、内外の音楽事情に詳しい吉田秀和にも声をかけることを話し合った。9月には7人で集まり、 会場候補に軽井沢が上がった。1957年に入り外部との交渉上、団体を設立することになり、3月30日に吉田を所長、後の6名を所員に、20世紀音楽研究所が設立された。事務局には、寺西春夫と北沢方国の協力を得た。3月2日付の設立宣言は次の通り、20世紀の音楽は混沌として、 その動向が定まらぬとはいえ、音楽家も一般社会人もいまだその真の理解にはほど遠いものがある。この時にあたって我々は演奏と研究とを通じて、20世紀音楽の創造と真の理解のための運動を積極的に展開するために、20世紀音楽研究所を設立するものである。1957年8月に第1回現代音楽祭を、 軽井沢の星の温泉ホールで開催することになり、研究所では、楽譜の整備、出演者の交渉、放送、出版関係への支援依頼などの準備を進めた。音楽祭の事務は、音楽芸術家協会に委託し、参加者の受付を始めた。8月に入ると、軽井沢の会場で、アンサンブル練習を開始し、10日の開会式を迎え、ベルクの 序状組曲第三楽章がパレナン弦楽始終相談により演奏された。11日から13日までの音楽祭では、ウェーベルンの言う、若い世代の言う、現代巨匠の言うと銘打った演奏会と共に関連するテーマの講座や公開討論会が行われた。演奏は岩渕龍太郎が主催するプロムジカ弦楽始終相談。 この音楽祭のために編成された現代音楽、祭室内還元楽団などであった。参加者は352名、この他に主催者や出演者は60から70名であった。演奏の大半は9月に NHK ラジオリサイタルで4回にわたり放送された。第1回の音楽祭は12音技法のウェーベルンを特集したが、翌1958年の第2回現代。 音楽祭では、ミュージックセリエルの創始者メシアンが取り上げられ、1959年の第3回ではさらにその典型的後継者ブーレーズが特集のテーマとなった。一方でこの第3回には十二音音楽に組みしない、竹光徹を書院に迎え、湯浅浩二、福島和夫の作品もプログラムに入れられた。また指揮者、岩木博之とピアノの小林人志も書院に加わった。 なお、第2回では作曲コンクールが行われ、竹光通る、ソンカリグラフィーと、松下新一、室内コンポジションが入選した。第3回までの会場は、軽井沢であったが、1961年の第4回は、大阪で行われ、帰国したばかりの一柳里氏を迎えて、ジョン・ケージなど、アメリカの前衛音楽が特集された。この回からは、講座が廃止され、 演奏会のみの音楽祭となった。1963年に京都で開催された第5回からは、市柳と松下真一が書院に加わり、現代日本作品の優では、石井牧、高橋雄二の作品も取り上げられた。また、現代イタリア音楽の優では、ベリオ、ダンラピッコラ、ノーノなどの作品が演奏された。そして1965年に東京で、 第6回が開催されたが、特集は立てられず、音楽祭もこれが最終回となった。日本近代音楽館、戦後作曲家グループ、活動の軌跡1945から1960より、抜粋編集1957年8月10日から13日、軽井沢星野温泉ホール講座等演奏会1958年8月20日から23日、 軽井沢星野温泉ホール講座等演奏会1959年8月17日から20日、軽井沢春山ホテルホール講演会等演奏会1961年8月25日から27日、大阪御堂会館演奏会1963年9月5日から7日、京都会館演奏会1965年11月29日から12月1日朝日、行動演奏会、 ありがとうございます。